ペレグリーノ・ティバルディと呼ばれたペレグリーノ・ペレグリーニ、ペレグリーノ・タバルディ、本名、ペレグリーノ・ペレグリーニー、1527年頃から1596年頃は、イタリアの画家、建築家である。当時ミラノ公国の領地だった、ロンバルディアのバルソルダで石膏の息子に生まれた。ボローニャで、バニャカバロとして知られる画家のバルトロメラ・ラメンギニエを、学び、建築も学んだ。 1547年から1549年の間はローマに滞在し、ミケランジェロやペリーノ・デルバーガといったマニエリスムの画家から影響を受けた。ボローニャの数奇教、ルイージ・ポッジから多くの注文を受け、パラッツォ・ポッジやボローニャの教会やローマのパラッツォ、サッ,ケッティの壁画を描いた。1558年から1561年の間はアンコーナで活動し、 メルカンティテイやパラッツオフェレッティの壁画を描いた。1561年からミラノの数奇教カルロ・ボロメオと知り合い、ミラノに長く滞在し、ミラノの聖堂やその他の建物の建築家として働いた。1586年からスペインをフェリペ2世にマドリードに招かれ、エルエスコリアル修道院の仕事をした。この仕事はフェデリーコツッカリに依頼されたが、 フェリペ2世の意に沿わず、ズッカリは1588年にイタリアに帰国した。ズッカリの仕事を引き継ぎ、9年間、マドリードで仕事をした後、ミラノに戻った。息子のドメニコティバルディ、ドメニコタバルディ、1541から1583も建築家として働いた。ありがとうございます。